東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか俳優の榎木孝明59が5月20日から続けてきた30日間の腐食を18日に終える15日夜インタビューに応じた榎木に今回の思い切った行動を起こすきっかけや 体に及ぼしたたな変化を聞いた修行僧のような姿ではなかったエの木は痩せているものの元気で顔色も肌ツヤもいい絶食断食ではない食べなくても生きられることを自分の体で科学的に調べてみたかった不思議ですが一度も空腹感はない心地いい満腹感に満たされているような苦痛を探してもないんです この間、万が一に備え、専門家の指導を仰ぎ、都内の研究室に泊まり込み、ここから仕事へ。接種は水飲み。血糖値や塩分対策で、一度雨玉を補給しただけだ。採血、兼尿、心電図を毎日検査しているが、異常はなく、9キロ減った体重は、今7 1キロをキープしている。放食時代 04年頃から腐食本が注目され始めたが、えのきは20代からインド中心に一人旅を続け、飲まず食わずで帰国後、いつも体調が良くなっていることに着目。短期間の腐食を何度も経験してきた。食べないと死ぬという恐怖感がよくない。スケジュールを調整し、1ヶ月間の実験を完光。さまざまな変化が起きた。集中力が増し、 本を読むスピードが格段に速くなった睡眠も深くなり4時間眠ればスッキリ腰痛も消えた理由はまだわからないでも眠っていた自常作用が一斉に目覚めた感覚運動時も胸式呼吸が肌しきにスタミナが増しましたエノキはこの経験はあくまで個人の体験に基づくもので研究の第一歩だと強調 これを強制するものではないし、私自身、食文化を否定しません。無事に不食を成功させると、2日後にはテレビの食レポの仕事が待っているそうだ。ネット上の声。不食生活も残りわずか。9キロ体重は減ったが、すがすがしい表情を見せる柳高明。っていうコメント。どう見てみても、すがすがしい表情には見えないんだが、笑い。 どう見てもこの写真、全然ぜんすがすがしくねえだろもしもこれが成功したらすごいことですね写真で見ると方がげっそりしてとても体調がいいとは思えませんが写真見てちょっと驚きましたよ